南から望むトレジャー島トレジャー島は、ヒューロン湖の中に位置するマニトゥーリン島にあるミンデモヤ湖の中に位置する島である。ミンデモヤ島とも呼ばれる。この島は、世界最大の湖の中にある島の中にある湖の中にある,にある島、と言われている。島内に居住者はいないものの、いくつかのコテージがある。トレジャー島は、海抜200メートルに位置し、その最高地点は、 海抜225メートルである。長さ1.24キロメートル、幅400メートルの細長い形をしており、その面積は約0.4キロ、平方メートルである。1883年、トロント警察の警視制であった、ウィリアム・マクファーソンによって60ドルで購入される。45年後の1928年には、ジョー、そしてジーン・ホージソンらに売却され、二人は、 観光客向けのキャンプ場を島内に設営した。トレジャー島リゾートは1968年に情報自尊が亡くなるまで存続するが、その後の寺院による存続の試みは失敗に終わった。リゾート地は二度売却されるが、次第に経営に行き詰まる。その後1970年代後半、オハイオ州出身のチャック・モーラーが買収し、 彼の会社の社員旅行に使われるようになった。伝承によると、トレジャー島は、片側の細長い大地から次第と低地へと繋がるその、特徴的な形から、ミンデモヤ島と呼ばれていた。伝説によれば、かつてスーセントマリーにある半身が住んでいた。彼は、悪妻家で、妻は彼に一時も、安堵の時間をも与えなかった。苛立ちが募る中、ついに彼は妻を蹴飛ばし、 彼女は遠く、ミンデモヤ湖へと飛ばされていった。その体は、背中と電部を水上に残したまま湖面に落ち、それが今日見る、トレジャー島である。ミンデモヤという言葉は、老女の電部を意味すると考えられている。ミンデモヤという名前は、その湖の名前や、周辺の村の名前にも使われている。トレジャー島という名前は、20世紀に建造されたリゾート地の経営者によって、 後に解明されたものである。ありがとうございます。